徳島県知事、そして全国知事会長の飯泉佳音でございます。今日本は2つの国難、災害列島と人口減少に直面をするとともに、経済をはじめグローバル化の波が、またインバウンド、2020年には4000万、2030年には6000万、そして SDGs、国連加盟国が2030年までに達成を行わなければならない17のゴールズ、持続可能な開発目標の達成、さらにこれに加え、新型コロナウイルス感染症対策、第3の国難とも呼ばれ、まさに未知の世界が広がっております。今、その羅針盤を国、地方を挙げ、求め、作り上げようとしております。こうした中、徳島では、地方創生のキャッチフレーズと言われる、知恵は地方にあり、陳情と言われたものを政策提言へ、全国でトップを切って、行い、その時に加えた言葉が知恵は地方にあり、いわば地方創生のキャッチフレーズ生みの親、さらには全県下に張り巡らした光ファイバー網、これを活用した光ブロードバンド環境を作り、今では総務省の統計となったサテライトオフィス、もちろん全国ナンバーワン、さらには東京一極集中、どうしてか就学、就業の魅力ある場が、やはり東京に集中しているから、では、若い皆さん方が魅力を感じる、就学、就業の場を地方へ。地方大学、地域産業、創生事業、全国7カ所選ばれる中で、徳島はポスト LED、こちらを掲げ、今強力に推進をするとともに、新市街、強力な殺菌効果、また赤外光コム、こちらは計測を、さらにはテラヘルツ、まさに立ちどころに計測ができるものであり、まあ、こうした点について強力に魅力のある就学就業の場を、光を学ぶんであれば徳島へ、推進をしております。また明治開闢以来、この国の統治機構といわれる国の政策決定の場はすべて霞が関、東京にありましたが、いよいよ令和2年度から消費者庁の政策創造、本庁業務を、さらに新たな国際業務を加え、新未来創造戦略本部として徳島県庁の10階に展開をすることとなります。まあ、全国のトップを切る新たな国と地方の政策が徳島からいよいよ発信をされようとする令和2年度となります。まあ、こうした中、徳島におきましては、地方創生のキャッチフレーズと徳島がしている VS 東京、実はこの言葉、若い皆さん方を中心としたタスクフォースの皆さん方が打ち出していただいたんですね。この成功体験を機として、徳島では若い皆さん方を中心とするタスクフォース、それぞれの所属に関わりなく、テーマに対して手上げ方式で集まっていただき、今では23を数え、予算編成の大きな玉として、あるいは徳島だけではなく日本全体への政策を創造するための政策提言の元として、大いに活躍をしていただいております。ともしますと、公務員の世界、前例踏襲、また人事評価は原点主義、このように言われます。でも徳島は違います。未来に向けて、今日よりは明日を、明日よりは明後日を良くしたいという、そうした皆様方に、さらには原点主義よりは加点主義、失敗を恐れずチャレンジを行っていく、こうした意欲のある皆さん方を求めております。いかがでしょう。皆さん、公務員として働くんであれば、国地方を問わず、ぜひ徳島で皆さん方のチャレンジを大いに期待しております。徳島県庁にカモン、お待ちしています。